皆さんこんにちは、ダイスです。冒頭でもお見せしたんですが、星のドラゴンクエスト、ドラゴンクエスト11装備が登場している優勝ジェム福引き、1人11回限定のものが来ているので、そちらとギガ感謝隊の第2弾ラミアスの剣と伝説の武具、こちらも1日1回無料、第2弾の2日目引いていきたいと思います。今回はコードとダイスの端末、2人の端末で引いていきます。その前にちょうどクエストもあるので、そちらも遊んでいきましょう。今回行くのは過ぎ去りし時を求めての超級、ちょうどですね、氷の魔女ボスのところまで来たので、ここを調整してみたいと思います。よろしくお願いします。ヨッチ族の肉まんも4つ食べてるので、運の良さはプラス60ですね。私のレベル帯だとここは強いところなので、役に立てるように頑張ります。よろしくお願いします。よし、行ってみよう。あー、緊張する。出た、リーズレット。10ターン以内でスピードクリア。一番最初どうしよう。HP が、これはベホイミを使うべきか攻撃をするべきか。いや、まだ攻撃かな。様子も見ながら頑張ります。強っ。あー、風まずい。 HP が80になってる。ベホイミの準備をした方がいい、良さそうな気がします。倒れないようにしたいんだけどな。あー、ありがとうございます。回復してもらった。あ、かっこいい、ドラゴンソウル。いや、みんなかっこいいな。私もドラゴンソウル打ちたい。よし、じゃここで打ちます。はい、抜群にはなるんだけど、まだレベルが低い。うおー、危ない。ベホイミしておきます。はい、とりあえずこれで防御した方がいい。いやー、40になっちゃった。防御にすべきか。ムーンサルト、お、とりあえず打ちます。それでごめんなさい、薬草使います。ありがとうございます。マシャドも来るの。雪だるまになってる。待って、どうしよっか。あと半分、あともうちょっと。こういう時は押してみる。まずね、なんかいろいろ落ちてくる、これ。頑張って。おお、あと4ターン。あ、もう少し。痛い、ヒャナルコ痛い。2人で倒れちゃいました。ありがとうございます。すごい、あれですね、 HP と回復持ってくればよかった。もっと入れてくればよかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。助かりました。1030も経験値もらえるんですね。カミューのローブが2個、私何個か持ってるので、今度強化しよう。最後はヨッチ肉まんが落ちました。また食べてクエストにね、向かおうと思います。いやー、
これ期間中にレベルをもっと上げて倒れないでいけるように頑張ります。それでは福引き行ってみましょう。一番最初は海賊王装備、神竜装備で1日1回無料のものがあるので、そちらから引いていこうと思います。これもね、5月21日までですね。この中だと神竜装備もいいんですけど、海賊王装備神の方が出てくれるといいなと思います。福引きの9枠の割合だと出現の割合が星5が 11% になっています。目玉のものだと 0.5% の出現割合ですね。それでは行ってみましょう。1回お願い、タッチ。あ、1回しか跳ねない。鋼の金槌、デビルクラッシュとリベホイミがついてます。金槌系星5も持ってるんだけど、どうしよう。いやー欲しいな。次はギガ感謝隊の第2弾2日目の10連1日1回無料ラミアスの剣と伝説の武具行きましょう。10連福引きの方だと星5は確定1枠決まってます。0.5% の出現割合でオルゴーの鎧上下、これが欲しいです。9枠の方だと星5は 7% になってますね。こちらの出現割合も 0.5% でさっきのところと変わらずになってるので、割合的にはいいのかな。では行ってみましょう。10連1枠は星5が出る。1個以上欲しい。スキップしてみようかな。2個あるということは星5の 7% のところに引き当たったってことですよね。まだ星4。星3、ローズウィップ。おともっと星3 星3だね。これだね。2回跳ねてほい。あれ、グレートヘルム兜来ました。最後は、最後の確率もあるもんね、可能性としては。最後、うわ、これもヘルム、クリムゾンヘルム。あれ、なんかどっちも頭装備なんですけど、グレートヘルムはこんな感じ。守備力ダウンガードプラス弱がついてるんですね。こっちは HP と力がプラス弱。あれ、これいいのかな。あ、どうなんだろうつけるんだったらどっちがいいんだろう。ん、セバスの兜だったら嬉しかったんだけどな、つけるんですけどね。どうしようかな。今ね、出てくれるって思ってたんですけどね、2個だったし。はい、それでは優勝ジェム福引き、こっち行ってみましょう。7月3日までで1人11回限定、残り11回になってます。海賊王装備の他にも神竜装備とかね、いろいろ出ますよね。10連の福引きだと 100%、 1枠決まってるところで言うと 5.8824% で全て入ってますね。いや、トコシエもいいし、神竜と海賊王はさっきの方のガチャでもあったので、グレイグのデルカダール装備とかいいですよね。9枠割合だと 11% 星5、こっちの出現割合は 0.5% になってますね。
ということは、いや、1個以上星5があれば運がいいのではないかと思います。多分行きましょう。どうかな。え、こっちだったら、何がいいんだろう。でも当たってくれ、うわ2個ある。当たってくれるんだったらメインのドラクエ11の装備が欲しい。星4、バイソンウィープ。結構止まるね。星4、プラチナメールした。持ってなかったんだ持ってるつもりでいました。はい、星3。なかなかね。これだね、来た。お願いします、お願いします。あ、マルティナさんの装備、神竜の武道着下来ました。あ、これはいいんじゃないですか。で、残りはもう1個星5があるんで、そこに期待ですね。これマルティナさんの下が来たんだったら、上が欲しいかな。揃えたい。帽子、トコシエだ。トコシエの帽子、セーニャの装備できました。嬉しい。まずは神竜武道着、魅了ガードプラス中が入ってるので、これかなりいいんじゃないかなと思います。使おう。トコシエの帽子は戦闘開始時に CT50% 貯める特性ついてるんで、これいいんじゃないですか。頭装備はさっきも出たけど、これはトコシエをつけようと思います。いやー、かなり嬉しい。まだね、装備が整ってなかった部分もあったので、これで良くなるんじゃないかな。あとはね、レベル上げも頑張ろうと思います。それでは、コードの端末での福引きも行ってみましょう。交代します。はい、こちらコード端末です。それでは福引き行ってみたいと思います。私の結果だと、優勝ジム福引きと1日1回10連無料の方で計4個、2個ずつ星5が出たんですけど、こっちはどうかですよね。まずはね、1日1回無料のところで見ていきましょう。お、イーグルだが探検？これ出たってことは、カミュの探検で二刀流ありなんじゃないですか先にね、第2弾の2日目、ラミアスの剣と伝説の武具、こっちを引いていきます。さっき私の方だと2個あったけど、どうなんだろう。はい、1個目は星4。それでも1個目星4は、あ、期待できるかなって思ったんだけど、1個だね。これは星3。あれに、結果としてはあれですよね。ダミアスとかオルゴーが出ればいいと思うんだけどな。でもどれくらいなんだろう。私結構今までこのガチャだと昨日とか1個だったんですよね。来い。はい、グラディウス。いいね、グラディウス。なんか探検出るねということはもうやっぱりカミュの探検装備で日本持ち私やってみたいんだけど、もしね、コードの方でこれ、このトリリオンだが、2頭の心霊の特性があるので日本持ちやってもらいたいな。見てみたいです。これでも出たら今の星5のものと2本いけますもんね。さあ、結果は
どうなるでしょう。星5何個来るのかな。はい、スキップ見ていきましょう。あ、1個だあれ、はい、星3。とりあえずね、あの一番最後の1個の確定のところで出るかどうかだよね。あの2頭の心得のためには、さっきのカミュの武器が来い、2頭持ちいけるようになれ。あー、デルカダールだ。グレイグの装備来ました。英雄の心がついていると思うんですけど、これついてますね。幻惑混乱を受けた時の最大 60% で解除する効果ついていて、守備力も高い装備ですね。いやー、結果、コードの端末1個でした。はい、ということでダイスは全部で今回2個2個出て4個星5獲得できました。コードは1個ずつで計2個獲得ということになりました。でもね、コードさん勇者の盾持ってるんですよね。私これ欲しくったんですけど出なかったやつです。今後もですね、星のドラゴンクエスト楽しく進めていこうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!